17号になるんですね。ローションが待って17号ですね、これ。そうなんです。めっちゃ大事。叩きつけがなんか18号と一緒なのまたいいよね。確かにダッシュの姿勢がいいです。ダッシュの姿勢がいい。エンドゲームですね。これはあのドクターゲロアイテム。はいはいはい。うん、ああ最後のやつ。あ。こんな感じで叩きつけからも入る。はい。おお。真面目に。はい、ドクターゲロスピード感あるドクターゲロ知らないでしょドクターゲロとか言ってたけどさっきあのスーパーブトーデンにいましたけどはい、で、今のはあのボタン連続押せる、超コンボなんですが、はい、さっき言ったアクセルドライブ、下から前で攻撃ボタンでこう前に進みながら技を出します、はい、かっこいい、かっこいい、強盤は裏にまあ、すごい、ちょっとヤムチャ的な感じ で、ね、でさらにですね、ここから派生技が出ます、こうボタン、これボタンも連打するだけなんですけど、セカンドギア、トップギアというような感じで出ます、でさらに、こう後ろも、後ろも一応こう下から後ろでこう出すと下から後ろ攻撃ボタンで、さっきのやつのバックステップ版のようなものが、すごい、はい、ちょっと透かしてみたいな、そうですね、ちょっとこれとこれでちょっとタイミングをずらしてみたいな、タイミングずれ、はい、さらにこの後ろ版は下から前版の、アクセルギア、あ、アクセルドライブは前あの出すまではこれが出るまではキャンセルができないんですけど、はい、下から後ろのリドライブ、このリドライブの方は出す前にキャンセルができたりします。すごいすごいすごい、はい、でこれ中にこの後に、いろいろボタンの組み合わせで悟空のノーマル悟空のあの海王拳のような感じでいろいろレバーを入れたりだとかボタンの弱中強とかいろいろ派生技が変わります。バリアが出たりいろいろできバリアを出すこともできますし、評判のバリアですと、やばいバリアやばくね、評判の自由度すごいな、これ評判のバリアですとその後ボタンを押すと当て身をしてなくても攻撃を出すことができる、なのでバリアは当て身なんですか、はい、そうですね、あのバリアは通常のバリアと同じ効果で、さらに、まあこれが、あっ、画面端であればスイング入れることも可能です、なので、このあとこのあと弱でトップギアですね、ファーストギアですね、ファーストギアなどと、まあ、いろいろ ボタンを連打するだけで、これ技を出した時にボタンを連打してるだけなんですけど、こうやっていろいろ出すことができる、なんか立川が1日やったらすごいことになってそう、これで後ろいながらやるとこうキャンセルっていうか、まあ、あのちょっとフェイクを出したりとか、前を入れ下を入れながらだと下段攻撃が出たりだとか、うわー下段もバックステから下段やばで、これ中段も前入れながらで中段攻撃が、あ、前入れながらと中段攻撃、いや中段だけなんで爆発してるんだ、中段なんか、ちなみに中段だったね、ちなみに後ろのフェイクもキャンセルできるので、フェイクから下段を出したりとか、中段だ、やばー、なんか超新しいキャラだね、そんな感じで、中の必殺技というものが、まあ、1種類しかないんですけど、それ以外は全部地上の、ローガ夫婦点検的な技になるんですけど、いろいろといきます。でさらにですね、必殺技としては、特殊移動技、特殊移動技がありまして、ちょっといろいろと、いろんな何か喜んでますね、今何か小声で、はい、で、超必殺は先ほどのエンドゲームともう一つありまして、はい、これで終わりだ、あ、これ一つがあれですね、ちょっとこれがエンドゲームで、本当にかっこいい、空中だと、おお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 お
これはバリアエクスプロージョンという技で、バリアをまとって相手に突進して最後に殴る、というような感じで空中の消失技と空中版と地上版と空中と地上で消失技が変化するという感じで、といったような感じですかね。一応、これはチャージしていれば空中でも出すことができる。チャージ自体は地上でしかできないんですけど、というような、あ、なるほど、空中でチャージできない、いろいろしてるといろいろできるっていう、かなり自由度が高くて、全てのほぼ全ての技からほぼ全ての技が出す、というような感じ、あと特殊な感じで言うと斜め下強攻撃がありまして、斜め下強攻撃はこうスライディングリッチ、ここから強攻撃なんかが入ったりはします。これくらいましたか、自由度やば、自由だね、自由、確かにすごいな、なんですね、はい、ちょっといろいろいろなことができるキャラになってます。バリアもあるから、そうすごい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 、早い早い、だから途中でそのバリアされててっていうのもあるし、そうですね、バリア待ってたら三角飛びに行ってってところで、ここから中段が来るので、暴れようとか、ジャンプ逃げしようとか、まあいろいろとバリアがあったりとか、しゃがみ技で暴れなら中段に、あのチャージできるのは1回だけですか、そうですね、チャージした後は必ず飛び道具に変わります。 あ、変わるんですか、はい、あと元気玉と結構似てるし、そうですね、これはでもここがバリできたりするんですけど、この状態では溜まってない、あの最後のパワーブリッツがチャージするところまで、ここまでいかないと一応溜まっちゃう気ができます、ね、なるほど、っていうような、ような感じになります。これが、もう本当に触ってみてもらわないとちょっとこう楽しさが伝わりづらいんですけど、なんかこう本当にいろんなことができますよと、触ってみますか、はい、ぜひ、え、めっちゃ最初な、こういうこと、あ、飛び道具なんですね、はい、はい、あの